マリナ・ズエワは旧ソビエト連邦出身の元女性フィギュアスケートアイスダンス選手で、現在はフィギュアスケート高知県振付師。パートナーはアンドレイ・ビトマン。息子はフィギュアスケート選手のフェドール・アンドレーフ。ソビエト連邦を代表選手として出場した1976年のネーベルホルンハイで優勝。 世界選手権と欧州選手権には1977年と1978年の計4度出場をしたが、メダルを取ることはなかった。その後選手としてのキャリアを終え、フィギュアスケート振付師として活動を始める。ズエワの存在を世に知らしめたのは、オリンピックで2度の金メダルに輝いたエカテリーナ・ナゴルデーワとセルゲイ・グリーンコフのペアであった。 1980年代からゴルデーワとグリンコフの振り付けをズエワが常に担当し、1988年カルガリーオリンピックでは金メダルを獲得した。その後、ゴルデーワとグリンコフが1990年に一度プロへ転校し、1993年に再びアマチュアに復帰した時もズエワが振り付けを行い、再び1994年リレハンメルオリンピックで、 金メダルを獲得するに至った。その後、パニス・ベルビンベンジャミン・アゴスト組や、サーシャ・コーエン、安藤・ミキ、中野ゆかりなど多くの選手の振り付けを担当し、現在ではアメリカのフィギュアスケートクラブを拠点に活動している。ありがとうございます。